本日の晩食、これが肉の岡山さんのカルビでございます。カルビに上身な、これが厚切り牛タンでございまして、ご飯にサラダがありまして、ビールで、これが新しいコンロでございます。本日焼肉定食でーす。はい、マジでございます。本日も楽しい晩食の始めですよ。ということでね、今日は新しい機械こうだよ、言うてね、スーパードライ、今日はスーパードライで行ってきます。それでね、チャラッとまずビール入れて、いやこの時はね、やっぱ楽しみやね、初めて使うコンロね。ということで本日は本日の皆さん、お疲れさんでございました。乾杯でございます。うまいね。うん、ということで今日は焼肉定食、一応まあご飯とね、あのサラダがあるからね、で一応って何言うねん。で、今日は肉の岡山さんの厚切り牛タン、めちゃくちゃ分厚い。で、これが上身のでございまして、こっち側がカルビでございます。肉のアップいくか、見て、カルビに身ので、これが牛タンでございますでね。それと今日はこれ、ここに可愛いのがおるやろ、言うで、これね、なんやねん言うたらね、ちっちゃい小型のコンロ、これ見てくれる、あのこれ僕のスマホやねんけど、スマホと大きさほとんど一緒。こんな、まあ、若干ちょっと気持ち大きいかの感じで、スマホのコンロ、これ電気コンロでございますわ、これ。で、ちょうどね、中がね、波打っててさ、真ん中にこの油がと、あの、入るようになっとって、焼肉専用のこういう電気コンロ、これ、こんなあったんだわ、これ、びっくりやで、言うで、今日はこの新しいコンロ、これで晩酌していこう。こういうさ、新しいのを使うときで私一番好きやねん、言うてるね。早速、ほんなまずはちょっと待って、サラダからいこうね。あの焼肉定食やから今日は、だからそんなにね、しつこい晩酌もせえへんねん、軽い焼肉定食やから、言うてるね。サラダいうことで、まずはサラダからいただきます。うん、ご飯もあるからね。で、ちょっと焼肉する風に最後から、このスマホプレート。スマホプレートって。楽しみやな。これでいいよ。ちょっと準備してよ。ということでね、まずは卓上を整理したね、タレ作っていきましょうか。せっかくね、肉の岡山さんの肉やから、肉の岡山さんのタレ、味噌だれと、これ前に使ってね、美味しかったやつ。塩だれ、味噌だれと塩だれ。塩だれは多分ね、あの牛タンとか食べるのにええと思うね。で、塩だれと、で、もちろんね、味噌だれ。味噌だれもね、これ、うまいんすよ、肉の岡山さん。やっぱりせっかくね、高級お肉やからね、高級タレでいただこう。いうことで。でもこれほんま、これが楽しみやね。いうことでね、準備が整うたから、で、ちょっと待ってよ、サラダもあるから、肉ちょっとこっち置くわ。肉ちょっとこっち置いて、で、早速ね、そう。今日はもう早速あれやから。ニンニクね。塩だれにニンニクって合うか？まあ、塩だれにもニンニク合うかな？合うか。まあ、若干入れとくか。若干入れておきましょう、若干ね。うん。若干入れて、ニンニクを時々ってね、ニンニクやって、塩だれ。うん、合う感じ。で、こっちが味噌だれやからね。ええ感じ。うん、美味しい。ということでね、早速焼いていこう。今日はね、焼肉定食やから、そんな、ザクッと遅くまでせ。軽く。でも、行くで。そう。牛脂がいるからね、牛脂が。牛脂持ってきたからね、早速牛脂行こう。わー、牛脂。わー、ええ感じやな。これ、ほんまちっちゃいぞ、このコンロ。ちっちゃいの欲しかったんや。ということでね、早速、なら、カルビから行こう。カルビ。いっときまーす。では、いやーで、身のちょっと牛タンはな、大事にいくから思って、いやええ感じやな、これちっちゃいけどさ、どんなんよ、スマホの大きさってびっくりせえへんねえ、いろいろネット見とったらあってな、見つけて、うわこれええやんとか思って思わず買っちゃった。うん、うまい。うん、ええ感じ。焼けてる。これね、
これサンクオ株式会社でこれ買ってこれあの側面の方が見やすいから見てこれちっちゃいやろスマホサイズやで。でこっち側にほら波形形状の板とかさでここに何、コンパクトサイズとかねでこっち側には温度調節可能とかで、ね、ここ丸洗い可能で、あの鉄板の上がさ外れんのがええと思わへん。これあの別に参考株式会社の回しもちゃうでちょっと高かったかなミニグリル。でも見てもらって分かるけどほんま完全に一人用やからあのね2人とかでやりはるんやったらいつもの焼き丸くんとかさそういうやつの方がええかも分かる。ええかも分かんない多分ええと思う。あの見てもらって分かるようにほんまにどうだよのちょっとだけ肉食おうてきてちょっと肉食いたいに言う人には最後やと思う。うん、ということでもうカルビなんかいいんじゃん。カルビ早速カルビいただきましょう。カルビうわ焼けてるしほらええ感じやろ。でニンニクたっぷりのこの味噌だれに連れていただきます。うん、うん、完全に焼肉定食やわうめえ。食べてみる。ああうまっ。ちょっとほんまあのさ僕思っとってんずっと焼肉僕好きやからね。でもそのちょっと肉食うためだけにホットブレッド出しづらいんやね。あとそういうせなあれで何じゃのちょっと一切れ二切れまあ一切れ二切れ言うことないんやけどもほんまちっちゃいパックの肉食いたいねんけどこれ最適。そういうのをやりたいなと思ってほんまあの極力ちっさいホットプレートないかなって探しとったんやけどあったあった見てもだよスマホサイズやで確かになちっちゃすぎるとそれまでだけどうんでもね面白いっすやんかということで、ね、では牛タン行く。牛タンねこれ身の穴時間かかるからちょっと身の横に置いてて牛タン行こう。牛タンいつものこの牛タンほらプラ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 厚みこんないでまたるむっちゃ分厚い牛タンでございます。では牛タンいってらっしゃい。いってらっしゃいええ感じやな。そんなに跳ねへんしさこれあのうん全然跳ねへんやんか見てもらって分かるよこれ使えるぞ。ただねえ、なめだ5000円なんもしてまああのちょいちょい僕ね動画撮ってない時でもさ一人焼き肉家で実はしてんのよ。だからまあちょっとな肉焼くのにまあええからなと、まあ、買おうてみようかなみたいな5000円なんもしたわ。あのアマゾンさアマゾンじゃんアマゾンさんやったかな。うん、なんせネットで探したんやけどなちょっとお高いんでなどうかなと思うけどもただ上が外れるし丸洗いっていうかあの下はできへんけど上はね丸洗いできるからまあそう考えたら結構持つかなと思ってこうでみたいけどあのでもサイズ的には僕思ってた通りこのぐらいのサイズ欲しかってんなと思って最近さ動画でもちっちゃいあの丸いプレートとかちょっと使うとったやんかちっちゃいのないかなないかなってずっと思っとってうんで思っとってんけどちょっと発見よっしゃで見ろやなもうでもねほんま見てもらえるねこの牛タン1個乗せてで身のね見切るほど乗せたらもういっぱいやからだからねそのいっぱい乗せたい人にはたまらんと思うたまらんと思うけどこれは2人ではできへんからね完全に1人やから、うん、うまい。あサラダサラダ焼肉定食やからなサラダしっかり食べたからなサラダねごまだれかけてみます。うんあドレッシングかけたらよかったけどドレッシングついとったドレッシングとんの忘れてた。うんうまっ。もういける。じゃあいきましょうか。牛タン牛タンもええ感じ仕上がったっしょ。うわええ感じで仕上がってんやんこれ二の勝手。うわ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 結構ね火力あるよこれ。うんまず身のいこう。みのみのみのよっしゃみのみのおっきいみのいただきます。うんで牛タンでっかい牛タンほら見てほら手のひらサイズほらこの1センチぐらいあるでねネギ塩にかけて
ではいただきます、うん、厚みがごっつよ。うまっ、うん、うまい、うん、あまりに大きすぎて口についたよ。おいしい。いや、これは結構お気に入りのコンロなりそうやな。うん、今までカルビ行こう。カルビ、しゃカルビ行って、カルビ2枚行こう。しゃ、ちょっとほんま焼肉定食するのに持ってこいやな、このコンロ。うん、見ろ見ろ。しゃ、うん、ね、ご飯、ご飯と何だよ、さ、ま、前はね焼肉やるときあんまご飯食べへんかったけど、やっぱりどうだろう、焼肉のタレくぐらして、でそれと一緒に飯食ったらうまいな、たまらんわこれ。うん、かっこんだらうまい。めちょっと身の、あ、身の塩でいこう。でこっち側がカルビ。うん、今日カルビね安かったんですよ、肉のお買い物。1000円やったかな、100g。まあ、1000円って高いやけどね、普通のスーパーで比べると。うん、うまい。うん、こんなもんでいいか。レアでいこう、レアで、レアで。で、こうつけてやね、つけてご飯にこのバウンドよ、バウンドさせて、この巻く、巻いて、これでいただきます。これはうまい、うん、これはうまいわ、うん、最高最高。ちょっと待ってな、このお肉ちょうどこれね、あのくるむのにええねん、これ。ご飯にこう置いて、でこうご飯をこうくるましてさ、ほら。これ最高やろ。うん、うまー。このコンロ使えるわ、使えるわ。あの一人でちょうど晩酌するのにちょろっと焼いてるのに最高やな、これ。ちょっと待って、ミルクが、ミノ、何ていうの、テレビとか 見ながらでもさ、ちょっとこう一切れ二切れずつ焼いていってるのに最高。うん、ちょっと牛タン、これこんなんですからね、手こんなんやから。でこれもいこう、ほら、もうこんだけの人いっぱいやから、もう店員オーバー。いやいや、でもこれ面白い面白い。うん、もう返す、もう返すか、もうええ感じでちょっと返す、ちょっとね。いや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 、もうこの何の枠がついてるから出えへんから、あれええわ。うん、これ楽しい楽しい、これこれ面白いわ。かわいいミニグリルプレートやな、ほんまに。これ名前なんちゅうの、名前が、ソログリル、ソログリル言うて、こんなソログリル言うてこんなんですわ。で、参考さん、こんな、こんなかったでございますということでね、またよかったら お取り寄せしてみてはいかがでしょうか。ということでね、終了。結構ね火力強いのよこれ。オフとで、ミドルとハイが選べる。今ハイにしてないけどね、どうやら真ん中が120度やったかな、なんかあって、ほんでハイが250度やったかな。で自動的にこのセンサーがあって、あの電源が入ったり切れたりするから、まあ普通のホットプレートで一緒やな。うん、いや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 、これな面白いな、こういうのがあったら。また私の焼肉人生が楽しみに変わるわ。ということで、もうぼしぼし見ろやね、見ろ、見ろ、いただきましょうか、見ろね、よし、見ろ、見ろ、見ろ、いただきまーす、見ろ。うん、さっぱり、肉食いながらの白飯、うまいな。たまらんわ、おいでいる。
もうないぞ、やば。今日はまた新たなビール買うたね。新たなビール買うたねって言わん、うん、最近流行ってるビールをこうできる。ちょっと楽しみですか。いやあんまり焼いたら焦げるからね。よし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 、みんな行こう、みんな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 、よっしゃ。うん、うん、ね、みんな途中で牛タン行こうや。牛タン、牛タン、ほら牛タン。あ、牛タンはやっぱり塩やからね。牛タンはやっぱり塩だれの方がいいやん。牛タン、ほんま熱いで、この牛タン。俺、こんな。では、いただきます。うん。牛タンに塩合うな。でもやっぱりご飯と一緒に食うんやったら、さっきのカルピとかをこのタレにつけてバウンドさすのが一番やな。まあ牛タンでもいいんやけど、うん、うん、ほんま厚切り。こうさ、ええお肉をちょっとこう一切れ二切れ食うて晩酌したら言うときには最高やろ、このコンロ。わざわざね、あの A4 サイズのやったっけ、ミニウリプレルが、あれよう使っとった。あれもちっちゃいんやけど、所詮ちっちゃいだって A4 サイズやからな。やっぱりでかいやん。スマホサイズはびっくりするやろ。あーうまい、言うて次のビール行こう。最近さ、このトリプル生いうやつの生ビール出してるお店って結構増えてない？前ね、行ったところも2店舗連続でそうやったんかな。これトリプル生の生ビールやって、これね、あの生で飲んだっけ、うまかったな。まあ生で飲んだら、あの缶ビールうまいんやけど、うん、これ最近流行ってんのかな。飲みやすいな。うん、あれ、なんか前より飲みやすいやったんや、気がするな。これは錯覚かな。よいしょ、やりてくれるか。みんなあれや、みんなみんなまだあるし。やりよう、みのね、内緒で、このね、カルビ、やっぱご飯と一緒に食うのはこのカルビ、カルビ最高やわ。で、真ん中のところにさ、ビルで、こうね、あの、鉄板がこう斜めになったんで、で、真ん中に溝切ってあるから、そこに油が落ちていくね。まあ、あの、落ちていって満杯になったら取らなあかんねんけど、こうなってるから、ね、こんな、あの、普通のホットプレートでちゃうから、あの、形状がね、これ、すごいようできてるわ。うん、すごい考えはったな、お兄さん。うわー、やっぱりええ肉はな、半生、私ね、あの、ようやかなあかん人は真似したあかんで、ええお肉は私、やっぱレアでね、すぐ食べたくなるのよ、これ。ちょっと生なんでもレアすぎる。ちょっと見逃しよう。身のとかね、やっぱりちょっとこう、時間かかるから、もうええやろ、もうええ感じ。おっしゃ、おっしゃ、ほらほら、ほら、これ見て、ほら。このレア加減、レアさのこの加減を、ちょっと待ってな。で、これをご飯になと思ってくるわけよ。で、こう巻くね、巻くね、これ、いただきます、いただきます。うん、これ最高。これやっぱり肉の岡山さんの肉やから言うわけじゃないけど、前ね、あの食べた、で美味しかったりだけど、肉の岡山さんの売ってるこの味噌だれと塩だれ、これうまい、ほんまにうまい、合うわ。合うね、合うっていうか、うん、あのタレってさ、人それぞれ個人差あると思うんやけど、やっぱりうまいタレってね、あの前、最近使ってへんけど、叙々苑のタレとかもそうやしさ、ちょっとやっぱ高いタレってちょっとこう、あーうまいなーいう感じせえへん。あーうめえ。ということで、もうなんやかんやでな、カルビもあれへんって言いたから、ちょっとね、ご飯と一緒にいただくカルビ、これはうまいな。カルビってあんまり僕買えへんけどね、
あの今日肉のまとめ屋さんの中では結構安かったよ、霜降りのカルビ。それも、うん、あのやっぱ相変わらず大盛況やったな。うん、うん、うまい。もうあれもう最後の一口や。ビールね、あ、ちょ、ビールいや、ビールないがな。じゃ焼肉定食なあ、今日は焼肉晩食でがっつり やんのどうかなと思ったけど、軽く、なぜ今日はこのちっちゃいミニコンロ、これで晩食したかってこれは使える使える、いけるな、ということで、もうええか、よっしゃ、ええ感じや。もうレア気味、この前でいこう、この前でピンクピンクピンクだから、これちょっとつけて、こう負けるかな、もうないから、こうご飯にのして、これでちょっと巻こうか、これでちょっと巻いちゃおう。いただきます。うん、おいしい。うん、かやぶ、やっぱり肉つけてカルビとかと食うの最高やな。今まで最後のカルビやで、最後のカルビいって、でしょ、締めは牛タン、あのでかいやつあるから、あれさ、あれで締めるわほんまに今日はな、晩食は晩食やねんけど、焼肉定食やったよ、うん、ビール、あー、やばいやばい、もうないぞ、やばいやばい、もうないんじゃん、もう帰ってんじゃん、いけるわ、いける、よっしゃ、最後の見るやな、これはまだちょっとか、もうちょっとやな、よっしゃ、身のな、身の身ので、最後は牛タンで締めるうん、おもろいな、このグリル、ちっちゃいグリルね、ご家族いらっしゃる方とかはまあこんなん使うことないやろうけどね、4人家族でさ、4つこんなことえらい金額になるからねそれこそほっとくれてるけど、一人暮らしとかの人にはこれあのまあおすすめっていうかな、まあその状況によるから何とも言わないけど、おもろいぞこれ、そほんまにね、跳ねへん、今日脂っこい肉こうでないからかも分からへんけど、跳ねへんとか、跳ねが少ない、それとやっぱり火力が強烈やし、上外れるやん、どこまで商品でもやね通販ちゃうで、通販ちゃうやけどな、うん、通販ちゃうんやけど、いや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 、言うことはちょっと待って、最後のもう牛タンいっとこう、牛タン、ほら、出た、このでっかい牛タン、プラ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 、いくで、最後の牛タン、よっしゃ、いけ、よっしゃ、いけ、ほら、ほら、火力も結構そこそこあんねん、これな、おう、うまいなあーうめえ、牛タン楽しみやな、もうええ、もうええかい、もう返そうか、よっしゃ返そう、よっしゃ、うわー、ええ感じで、ほら焼けてるし、火力結構きついぞこれ、うん、ええー、もうええ感じ、もう一回返す、もう一回返すか、もう一回返すか、うわー、こっちより仕上がってるし、あともあれな、こっちが焼いたら完璧に仕上がるわもうええやろ、もうええぞ、もうええ感じやろ、ほら見てこれ、皆さん見てたか、ほらめちゃくちゃええのに仕上がったらこれ、これこの厚み、これで、これを塩だれに、ニンニクたっぷり入った塩だれにつけるいただきます。うん、牛タンやっぱうまいな、うん、うん、やっぱスーパーで売ってる牛タンはあの薄いけど、このほんま肉厚1センチぐらいある牛タン食ったらほんまあれな、どういうだよな、幸せやねうまっ、うん、
おもろいおもろいこのコンロ。うん、これまた動画でも使うけど、一人焼肉動画もあの撮影せんへんけどねこれでまた焼肉の回数増えそうあーうまかった。ようで今日ほんま焼肉定食っていうかね、焼肉の晩酌がないから軽い焼肉定食でも、このコンロを試したかったけど、これ思った以上のすんげえ、これ使える使えるよくてね、また皆さんもよかったらね、新しいコロナとか買うたら焼肉やってみてはいかがでしょうか。よくて本日も焼肉定食晩酌大満足でございました。よくてごちそうさまでした。